河川や湖沼といった身近な釣り場でカジュアルに楽しめることから、ルアーフィッシングの入門には最適なバスフィッシング。ブラックバスに対するアプローチ法は実に様々で、ルアーフィッシングのあらゆる釣り方やテクニックが試せるゲーム性の高さも人気の理由となっている。今回は全国各地のフィールドを釣り歩く金森隆と岡智成が、福岡県の遠賀川を舞台にバスフィッシングの魅力を解説する。今回のルアパラ九州 TV は福岡県遠賀川のバスフィッシングをお届けしています。さあ、ルアパラ九州だよ。九州だよ。初だ。うん、このテレビは初だ。初。はい、ということで、はい、レイドジャパンの金森でございます。岡です。はい、ということで、今回から、今年はちょっと複数回お世話になるね。うん、はい、そうですね。はい、ということで、はい、九州でバス釣りでございます。はい。何年ぶり?2年ぶりね、ちょっとコロナでね、なかなかこう来れなかった、はい、地域なんですが、晴れて、はい、今年からまた九州来れるね。そうだね。九州といえばもうここしかないよね。間違いない、もうここでしょう。はい、ということで遠賀川でございます。はい、はい、季節感としましては、ゴールデンウィーク明けて2日後だね。はい、まあ、この時期だよね。うん、しっかり泳いでるね。泳いでる、はい、はい、ということで、非常ににぎわった、はい、ゴールデンウィーク後、バスのコンディションとしてはまあアフターだろうと、はい、うん、そういった感じの中で、優しくはないとは思うけど ね、はい、はい、だけどまあ2人でまあ楽しく、はい、この素晴らしい遠賀川を舞台に、今日一日楽しくやっていきたいと思います。はい、金森さん、ここはどこですか？ここはね、遠賀川の水域の中でもある種一番有名と言っても過言ではない犬鳴川の堰。ただまあポイントとして堰なんだけど流れてないっていうところで、あとこれからね、梅雨時期を迎えるにあたって、こういった堰絡みのポイントっていうのは、まとまった雨の後は気をつけましょう。非常に危ないんで、そこの部分で無理は決してね、しないようにっていうところと、まあ、今日も水一切流れてないんで、まあ、安全なのと、あとはもう流れてなくてこの形っていうのが、いわゆる堰なんだけど逆ワンドっていう捉え方も一つできると。なので、春魚がスポーニングしやすい場所で、スポーニングも一段落して、今はその、アフターコンディションの魚たちがここで回復して、次はこうすぐ隣の本流へ出ていくっていうような役割の場所かな。そんな感じのとこです。はい、なんでアフターを意識した道具立て、まあ、ポッパーとかライトキャロとか、あとはまあ見えることはほぼないと思うけど、まあちらっと見えた時用にサイトで何かアプローチするものを用意しとこうかなと。まあ、とりあえずポッパーからご挨拶程度にやっていきますか。まあ、アフターのタイミングはね、どうしても朝が一番気温低いでしょ。で、アフターあんまり元気出てこないんで、朝はのんびり。しばらくポッパーで探るも反応はなく、金森はライトキャロにスイッチ。その後もミノーやライトキャロをローテーションさせながら釣りを続けていると、ていうか水中ボイルっていうか、ベイトがなんか追われてた。今の着水点の右5m。それは水面がザワザワってしたんですか？飛び出てきたベイトだけ。
だ多分チャージかけられたんだと思う。ポッパーに戻したんですか。うん、ちょっとやっぱスピードが早すぎちゃってる感じもするから。ルアーをポッパーに戻して釣りを再開した金森。するといきなり、よしくった、うん、かー、めっちゃ良くなかった今の。いい音してたよ、ポッパーよりいい音してたよ今のバイト。でかそう。ミノじゃねえな、ポッパーだよなと思ったとこまで良かったよね。出たとこまでは良かったね。くぅ、ね、ちょっと前に今アプローチしてるこのライン上より5メーター右でベイトがなんか追われたっていう、そこからのストーリーだよね。絶対ベイトを意識してたやつだよ。なんか水面の小魚反応増えてきましたね。増えてきた。だから動けなくなってきちゃった。今多分いいタームなんだろうなっていう。この変化はね、なんか無視して他のポイント行くのはちょっと違うなって感じがしちゃうから。嘘。出たでしょ。後ろで出ました今。ね、後ろで出た。極端だな。異常なまでに派手に出た。次は異常なまでに地味に出たな。続けて狙っていると、よし、食った。強めの誘いが効いた。かわいいち、つらいち、つらいち。よし、ダブルフックかかった。ういふう、アフターの釣りだったね。楽しい。ワンアウトランナー二塁、いい感じの一二塁間を破るいいヒットだったね。見て見て見てね。本当はテールフックだけ食ってる感じだったけど、ファイト中にうまくフロントフックが1本かかってくれた。感想はいかがですか。うん、2年ぶりの恩賀で、ね、とりあえず魚バスちゃんと釣って帰りたいなって思ってたから、あ、嬉しい1匹で、しかもアグレッシブでしょ。トップウォーターゲーム3発出てやっとね、乗ったって感じだけど、3度目の正直の、しかも狙ってた通りのアフターコンディションの、長さが45ぐらいかな、まあ細いね、ほんと季節を象徴するバスに対してそれに合ったアプローチ、はあ、楽しい。だからね、やっぱりどんだけプレッシャーが高いとかタフだって言っても、ソフトベイトが常に優勢なわけじゃなくて、やっぱりその時その時にやっぱあったるものっていうかね、合いやすいものをやっぱ選んであげると、こうやっていい感じで釣れてくれる。的確な状況判断とルアー選択で狙い通りのヒットに持ち込んだ金森。後半戦、金森とは異なる岡のアプローチ法もお見逃しなく。魚をさばいて調理したい、そんな方におすすめの一冊。魚のさばき方から盛り付けのコツまで、全147レシピを可愛らしいイラストで分かりやすく紹介しています。料理が得意な方もそうでない方も、ぜひ魚料理にチャレンジしてみてください。
今回のルアパラ九州 TV は福岡県遠賀川のバスフィッシングをお届けしています。はじめに岡が向かった釣り場は遠賀川中流域の比較的水深が浅いエリア。ここでどんな釣りを展開していくのだろうか。さあ何やろうかな。まあ、スタートしてまだ本当10分20分なんですけど、陰ってたのがこうね、太陽出てきて日差しがね照ってきたんで、これぐらいのタイミングから結構ね魚浮いてくるやついると思うから、トップね、ポッパーの2サイド。めちゃくちゃ釣れそうなんですけどね、まだ浮いてないかな。はい、まあ、トップね表層反応がなかったんでちょっと沈めてみますね。アビノ50、まあ、脳進化リグです。まあ今回回ろうかなと思う場所何か所かあるんですけど、まあ、そのうちの中の1、2番、まあ、本命がここなんですよ今回。まあ、なんでここを選んだかっていうと、まあ、ちょうどここの張り出しとか で、あと浅くなってるんですけど、じわーっと流れが効いてるんですけど、その中でも岸寄りで流れがよどんでるとこで、これからもうちょっと季節が進んで、ね、1ヶ月後2ヶ月後ってなってくると、ね、もっと上流の流れがもう目に見えて流れが効いてるとこに多分魚が入ってくると思うんですけど、まあ、スポーニングを終えてまだ間もないこのタイミングってまだねそういった流れの中っていうよりはこういった泥バンクっていうか、まあ、砂地で浅くて、まあ、こういったところにいるこう小魚とか、まあ、ちっちゃいエビとか、まあ、そういうのを食べながらねちょっと体力を回復させていくっていう、ね、今ちょうどそのタイミングなんで、まあ、今回、ね、いろんなとこ回ろうと思うんですけど、まあ、同じ条件としてはその流れがよどんでるとこで、金森が朝入ってるとこも同じような流れがよどんでてっていう感じのとこなんで、うわバスがバスいた。今ここ砂煙上げて逃げてきました。今ちょうど入ってきてなんか食おうとしたタイミングかなのかこっちに気づいて逃げていきました。岡が本日の本命と睨んだこのポイントでは可能な限り広範囲を探り2時間ほど粘ってみたもののヒットまでには至らず移動を決断した。はい、移動してきました。まあ、1箇所目2時間ぐらい粘ってねダメだったんで、まあ、ちょっと、ここ、まあ、支流なんですけど、まあ、いわゆるこれからの時期良くなってくるだろうなっていう流れ込みです、ね、いち早くスポーニングから回復してね、まあこういったところから流れてくるようなものを求めてるやつも多分いると思うんで行ってみましょう。あーこれ多分ダメですね、水が悪い。少しだけやりますね。水位が低いな。おしおし、くたくた、おしおしおし、一投、やっぱこういうとこは勝負が早いな。よしよし、ツーウェイのホバスト、よし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 、バス、うー、まあまあいいっすよ。うわ引くな、流れ込みの下、跳ねる跳ねる跳ねる、よし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 、でかい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 、頼む、うわ引くな、頼む、よし来い、よし来た来た来た、取る、よっしゃ来た一撃ね、ツーウェイのホバストね、まあこれから多分良くなってくるとこだと思うんですよ、こういった水門って。ね、まあ、いち早くね、
ポーニングを終えてこういったところに入ってくるでかいやつ。まあ、ちょっとね、ロングドライブして、ね、ここまで来たんですけど、来た甲斐があった。まあ、とりあえず1箇所目で、ね、2時間ぐらい粘って、まあ、ダメだったんでこっちに移動してきたんですけど、まあ、いわゆるこれから、ね、まあ、これから夏にかけて良くなってくる、ね、のがこういったところだと思うんですけど、まあね、ちょっと釣れたのがあそこのなんかブッシュの際を、ね、ちょうどゴミが溜まってる、ね、泡ぷくが出てる左の、ね、こうまあ、なんか枝が落ちてるところの際にこのツーエで、これホバストセッティングなんですけど、こういった感じ、ね、これ頭の、まあ、ちょうど、ね、あの埋め込んでるんで見えないんですけど 0.3 グラムのネイルシンカーを打って、まあ、このホバスト用のフック、まあ、つけて、まあ、キャストしてもうボトムまで落とすんじゃなくて、まあ、水面直下をふわ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 っていう、まあ、イメージ的に、まあ、これからの時期ってこうバスってね、エビとか、あとこういったとこだったらあとカエルとか、ね、そういったこれぐらいのちょうどサイズの、ね、まあ、餌っていうかベイトフィッシュ、ね、好んで食う、ね、時期だし、こういったとこのバスは多分そういったものを狙ってると思うんで、まあ、それでふわ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 してたらもう下から出てきて持ってってくれました。いやー、よかったよかった、本当によかった。その後も岡は流れ込みを数箇所チェックしてみたものの、どこも水質がいまいちでなかなか後が続かない。一方、同じポイントでチャンスを待つ作戦に出た金森もこれといった手がかりはないままに、終了の時刻が迫ってきた。来そうですね、ミノ。ミノ、うん、なんかなんとなく釣れるかなよりかは高い位置づけに今あるような気がするけど、くった、バレた。なんと終了間際に痛恨のフックオフ。マジで食ったよ。斜めからサンドバー一番浅いハンプしてるところにピッて入れてブーンと落ちてきた。ドーン。40ちょいぐらいかな。すごいでかかったわけじゃないけど。バレた。ラスト3投って言ったうちの1投とかあと2投。くっそー。くっそー。その頃。岡も本日最後の釣り場に入っていた。しばらく当たりがない時間が続いたが、辛抱強く狙い続けていると、ん、沈み物、これ沈み物ありますね。くた、おし、おし、やっぱり沈み物いたな。よしよしよし、パッドイップ5インチのネコリグ、よしよし、今日岸が全然だなと思って、で最後沖やりに来たら食った。あ、なんか巻かれた、なんか巻かれてる、出てこい、出てきた出てきた。あ、これでかいでかいでかいと思うよ。頼む頼む、取らせて。よし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 、よし、よっしゃ、悪くない、悪くない、よし、よし、よし、でかい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 、よし、来たー、めちゃくちゃいい魚じゃん。ほら、最後ちょっとワーム取れちゃったけど。今日の正解は沖だったのかな、ねえ、沖に、何度かね、来たことあって沖に沈み物あるの分かってたんですけど、そこにちょうどこういろんな角度に投げながらようやく見つけれたなと思って当てて止めてたらね、食ってくれた。いやー、いやー、朝釣れて夕方釣れて完璧ね。ちょっと飛距離あるから、ファットイップ5インチのエコリグでもうシンカーが 2.6 グラムで、まあ、沈み元で寝かかっちゃうからちょっとガード付きのマス張りでね、遠投してズルビーで沈み物で当てて止める。コンって、すっごい気持ちよくティップがカンって入ってくれた。
なんだよ最後。いやもうラストのラストだよ。よかった。午後はその一発。一発。ワンバイトワンフィッシュ。そうだね。午前もワンバイトワンフィッシュ。午後もワンバイトワンフィッシュ。で一頭で釣れる感じ。そうだね。まあ、こういうことなんだろうね。スタイルはもう見てもらっての通りです。よく動いた人、ある程度決めたところで粘った人で、地合いが短かったね。もう一瞬だね。ね。だからやっぱり、いい時間にいい場所、その確たるところに、ピシッと入れて、2バイト2フィッシュ。で、俺が、いい時間にアプローチして3バイト1フィッシュ。あ、違う、4バイト1フィッシュ。4バイト。はい、それはすごい。はい、残念ながら。でも、そういうコンディションだったね。うん。うん、なんで。ね、アグレッシブに動こうがある程度居座ろうが、うん、チャンスが少なかった。そうだね、うん、でそれって多分減衰でカレントも効きにくいっていうちょっとね釣りづらい状況はあったと思うんだけど、うんうん、まあ、ある種、こういうコンディション、まあ、アフターだったり、水が動かなかったり減衰だったりっていう時なんかは、やっぱりいいところ。そうだね、うん、でそのいいところの特徴にピタッと合うものを入れていってあげる。まあ当たり前なんだけどね。そうだね、うん、でもやっぱその当たり前のことを、やっぱり諦めずに、はい、あそこがいいんじゃないのかな、これがいいんじゃないのかなってやっていくと、うん、こういった感じ。いいサイズだろ。いや2匹ともよかったよ。ちくしょー。よかった。ちくしょー。久々の女川は岡に軍配が上がったな。楽しかった女川。はい、はい、まあでも俺も今日結構アグレッシブなね、うん、ゲームが組めたからもう本当面白かった。そうだね。ということで、また来るね。来るよ。はい、また来るんで、はい、次は行くぞ。次は俺がまくるからな。いや次も俺じゃね。はい、ということで、はい、またこの女川を舞台に、はい、またやりたいと思います。はい。